ナム2020年ようこそ。ユニバーサルオーディオの永井です。今日はすごい楽しみ。ずっと内緒にしてたルナレコーディングシステムの発表しました。今日そして今日ちょっと紹介します。ルナレコーディングシステムっていうのはうち、4、5年はやってますね。これ開発はだけどもうアパロが出た時くらいからの夢なんですよね。そしてルナっていうのはお月様っていう意味なんですけど、アパロはやっぱりお月様に行く飛行機ですよね。だからもうやっと到着したっていう気持ちで出しました。そしてアパロとルナは一つになってレコーディングシステムだから、 もちろん一番簡単に説明するのは DAW ってみんな言いますよね。ディジタルオーディオワークステーションなんだけど、うちはこれは本当に DAW を超えて、 DAW はいろんなハードで使えてフレキシブルなんだけど、やっぱりハードとソフトの連携でできることがいっぱいあるんですよね。そしてそこの辺がアパロのインターフェースを持っているお客様にはこれは絶対にトライしてほしいですね。そしてアパロのために作られてますね。 Built for アパロインターフェースで、そして全てみんなが愛しているユニゾンとかリアルタイム UAD とかそういったのが全部きれいに合体してですね、あとトークバックとかモニターの AB スイッチングとか全部一つのアプリに全部まとまってる。だからハードでしかできないインテグレーションね。で次はネイティブっていうかソフトウェアの CPU でできるものもいっぱいありますよね。そしてうちは今まではそういったものはやってなかったんですけど、まずはエクステンションっていうものコンセプトを新しく作りました。エクステンションっていうのはその、機能を伸ばすっていうことですね。そしてアパロエクステンションの第1号はニーブのサミング。やっぱり今最近ミックスしてる時も結構サミングワークフローみんなやってますよね。あとステムをいっぱい作ってサブミックスする。この気持ちをどうやってそのデジタルに持ってくる、まず音だけじゃなくてワークフローまで挑戦しました。でこれがビルティンニーブサミングという新しいエクステンションですよね。簡単に言えば DAW ミキサーがニーブのコンソールになっちゃう、ね、あとはテープ。もちろんデジタルはハイファイの音は結構簡単に手に入りますよね。でもやっぱりリッチなアナログのサウンド、特にテープが作ってくれるコンプレッションとかフィルターカーブとかなんかベースバンプとかいろいろありますよね。そしてプラグインもいっぱいあります。うちのもいっぱいありますよね。だけどテープマシンっていうのは根本的には1台のものですよね。だから普通だったら録音してそれでその音になりますよね。だからプラグインを使ってこれをやるのって割と手間がかかってコンフューシングっていうか、だからこれも本当にソフトの中のもう一部になってるんですよね。テープというアイディアが。そしてこれで一瞬でスチューダーオークサイドとかテープサウンドをもうすごいファストにセットアップできます。あとは毎年やってるアンケート、もう多分5年以上ランクナンバーワンがバーチャルインストゥメントなんですよね。 UA のバーチャルインストゥメントどんなものなのかってみんなに言われてやっと答えることができました。そしてこれはルーナーインストゥメントっていうセットで、一つずつ紹介しますね。そしてこれがアプリですよね。基本的にはビューが2つ大きく分かれて、ミキサービューとエディットビューがありますよね。そしてすごい意識したのはすごい楽しくやる気が出るような環境を作りたかったですね。でシャープでモダンな感じがしますよね。そしてコンソールとかを使ってるお客さんだったら結構キューがいっぱいありますよね。もうコンソールで慣れてきたワークフローのものを全部持ってきました。まず一番はユニゾンインテグレーション。もしアパロでもう使ってるお客様がご存知なのは、コンソールというソフトがあって、さらに DAW ソフトがあって、このなんていうかな、2つのアプリだったらやっぱりワークフローがちょっとデコボコになるんですよね。これを全部ルナで消えます。だからルナを使えば、まずはユニゾンのマイクプリギターアンプとかを挿して、プラグインも挿して、もう簡単にセッティングできるんですよね。
そしてプレイバックした時にはもう音がそのまんままた戻ってくるんですよ。だからエフェクト次のパンチンも可能。そしてこれはディストラクティブでもいい。だからつまりかけ取り、そしてあのモニターオンリーでもできますね。この2つの種類ができる。そしてこれはどうやってやってるかっていうのは、まあ、簡単に言えば UAD プラギンに入る前にディスクかインプットを簡単にそのソフトが全部自動でやってくれるんですよね。そしてインプットでかけてるもの、例えばユニゾン、これはかけ取りになりますね。これは取られます。でもその後の来るもの UAD のものは全部ノンディストラでできるので、すごいイージーになりますよね。でこれが全てあのマイクでもギターでもバーチャルインストゥルでもフルエフェクトかけて2ミリセック以下、いつでもどこでも変わらないですね。あとはこのハードで持ってる特徴はやっぱり Q ミクサー、だからヘッドフォンミクサー作ったり、あとボックスにリバーブとかディレイ入れたり、こういったあとスピーカーのスイッチングとかの機能がいっぱいありますね。トークバックとかこれも全部あのハードのおかげで組み込めることができたんですよね。そしてあれはちょっと戻ります。アームっていう名前で、そしてこれって結構いいキャッチーな名前なんだけど、実はトラックをアームした時点、だからレコードボタンを押した時点にこのシステムが立ち上がるんですよ。あとはまあ、DAW といえばエディティングですので、ね、そのエディティングのワークフローを、まあ、この DAW 上の歴史の中でいろいろ見てきたんですけど、うちももっと音楽的、もっと速いワークフローを作りたかったので、英語ではコンテクシュアル、その場合によってっていう意味ですよね。でだからうちのエンジンは全てのものをクリップ状にしちゃうんですよ。全部クリップになって、そしてクリップにホットゾーンがいっぱいあって、自分がエディットしたいところにマウスを置いたら勝手にツールが現れるんですよ。だからツールバーとかツールを切り替えるとか、あとよくあるエディティングのやり方ってスリップとシャッフルみたいなのありますよね。埋め込むか置いとくか、そういったのもキーでできるんですよ。だからモードレスみたいな感じなワークフローですよね。だからすごい早くエディットができる。あとそのエディット上の中で結構みんなやりたいことはタイミングを合わせたりピッチを合わせたりですよね。だから全てのクリップにこれかなり力入れたものなんですけど、本当にベストサウンドのウォープエンジン、だからタイムコンプレッションエクスパンションですよね。だから簡単に時間軸 のタイミングを簡単にずらしたり、あとピッチもアルゴリズム、いろんなライセンスも取ってきたんですけど、 UA で開発した新しい新アルゴリズムを2つ作りました。そしてもちろんソースによるんですけど、本当に1オクテーブずらしても全然使えるようなクオリティですよね。だから結構例えばボーカルを取って簡単にコーラス作ったり、そういった作業もできちゃうんですよね。そしてこれはもう全てのクリップでできるので、あとはMIDI ですよね。 MIDI もオーディオと一緒に見えて、そしてフルエディットができますね。あとエディティングのサイズもサイジングとかも全部自由自在にできて、あとベロシティ、ミディのコントロールも簡単にできる。で次はこれが新しいニーブのエクステンションですよね。そしてこれはニーブのまずはバスを作るんですよ。そしてニーブのバスを作ったことによって、チャンネルのパンニングローとかフェーダーのカーブとかが全部ニーブに変わるんですよ。だから簡単に言えばニーブのミキサーになるんですよね。そしてここで本当にサチュレーションとかそのトーンですよね、がガッときて本当にトラックが高く聞こえるんですよねアナログを通した音になって、新しく作ったワークフローなんですけど、スピル、こぼすっていうことなんですけど、だからバスっていうのは何チャンネルがバスに入っていきますよね。でそれをバスを作るのももっと簡単にしたかったんですよ。例えばアウトプットを選んだり、バス作ってそれに送るんじゃなくて、トラックをまず選んで、
その後にバスを作ったらもう勝手に繋がっちゃうんですよ。その作るのもすごい簡単。あと一回作った後によくある問題は、あ、どこのチャンネルがこのバスに入ってるのかっていう問題ですよね。そして順番もやっぱりいろんな理由で順番は変えるけど、見たいですよね、その中に入ってるもの。スピルを押したら全てのチャンネルが消えて、そのバスに入ってくるチャンネルだけが見えるようになるんですよ。だからすごいファストなワークフローで簡単にバスを作って、そしてその元にも戻れるんですよね。これが、まあ、2分の3分のワークフロー。でこれはエクステンションはこれは別売のものになりますね。一つのものとしてで大体299ドルぐらいのものになりますね、うん、次はテープのエクステンションですね。でこれはうちのとてもポピュラーな A800 ですね、スチューダーの。これを、まあ、プラギン上でやるんじゃなくて、このスロットがあるんですよ。そしてそこにテープを入れれば、もう全チャックにかかるんですよね。そして簡単に全部コントロールして、プリセットも選んだら全部変わる。そしてもしファインチューニングしたかったら、一つのチャンネルを選んでそのチューニングバイアスを変えたり、そういったこともまだ可能なんですよね。だけどもう全然フィーリングが違いますね、プラギンを使うよりは。そしてこれは349ドルなんですけど、 UAD2 ユーザーでスチューダー A800 のプラギンをお持ちの方はこれ無料で使えます。あとこのテープを絶対に全ユーザーに味わってほしいので、オックサイドは無料で全ユーザーに入ってますね。だからオックサイドテープマシンはもう1台入ってるんです。そしてテープのシステムなんですけど、4テープマシーンまでサポートするんですよ。 ABCD っていうので、このグループを組んだらトライできるんですよ。例えばこのグループでテープマシーン A の方がいいかな、 B の方がいいかなっていう、昔 のテープマシーンをシンクロしてるみたいな気持ちですよね。そしてテープによって音が変わるので、こういった遊び心がある機能ですよね。あとこれは本当に新しいですよね。まあ、今までのやつは私 UA がもうずっとやったことなんですけど、ルーナーインストルメント。でこれもうちもすごい悩んで、どうやってこんだけいっぱい製品がある中で新しいものを作るかっていうことですよね。でまずはクリエイティブツールとしてはこのシェイプっていうプレイヤーを作りました。これはまあオールマイティのプレイヤーですよね。そしていろんなメーカーからサウンドを提供してもらう予定です。うちも作るんですけど、あとはモーグ、やっぱりこれもうち の得意っていうか、ヴィンテージのもの、あと細かくモデリングするものですよね。あとピアノにも挑戦しました。これは今シェイプを見るんですよね。シェイプの LP に、でこれが新しいモーグです。モーグのチームもこれは本当にわからないねって言ってくれました。テスティング中の時ですね。次はラベルっていうピアノなんですけど、ここでは
テクノロジー的にはあの、まあ、もちろんピアノっていっぱいあるんですと思いますけど、あのうちはオックスとかで作ったあのレゾネンスモデルですね、あのそのキャビネットのメルレンス、こういったテクノロジーとか、あとオーションウェイとかキャピタルチェンバーズというスタジオの空間を、あとマイクロフォン、あーマイクで撮った音ですよね、この処理のテクノロジーが入ってるピアノなんですよ。感じます。シープのシンセサイザーなんですけど、これはできるだけ使いやすくてパワフルな環境を作りたかったんですけど、まずは4スロットの、プレイヤーなんですよ。でここに、まあ、4つのスロットに1つずつサウンドを入れていって、そしてキーマッピングっていう画面もあって、そこで例えばレイヤーなりキースプリットなり作って、まあ大きいプログラムを作れるんですよね。そしてうち の一番上 のつまみでグローバルで全部を簡単にエディットできる仕組みですよね。そして、まあ、下の方にはエフェクターで、もちろんうちのエフェクターですね。だからとても使いやすいんだけどパワフルな新しいシンセサイザー。そしてこれはパートナーでローンチするので、なんと弦の、ね、スピットファイヤーさんが弦を入れてくれました。まあ、割と面白いですよね、ピアノ。そしてあとルーナは AU を完全にサポートしているので、もちろん今持ってるAU のインストゥルメントも全部使えますね、一緒に。そしてすごいいいのは、UAD のエフェクトも2メリセックレイテンシーでプレイできるんですよ。だからもうフルのエフェクトで演奏ができて、録音もできて、まあ、バーチャルインストゥルメントサイドでもエフェクトサイドでも結構面白いですよね。あと新しいカテゴリーとして、うちもユーザーインターフェースとかが大好きなので、アルペジエーターに挑戦しました。ミディエフェクトとして、今まで聞いてきたモーグのデモとか、あれも全部このアープを使って作ったんですよね。でとりあえずルナはまず必要なのはアパローかアローインターフェースですね。そしてサンダーボルトじゃないとダメです。サンダーボルト1、2でも3でもどれでもいいですよね。だから2012年のシルバーアパローでも OK なんですよね。
ね。あがそこまでのあサポートしてます。 あとはiLock Cloud か iLock USB のアカウント、そしてこれもできるだけお客様が楽にできるように、あのダウンロードする前にまずあの iLock の、 あのユーザーとパスワードを入れて、なかったらその場で作れるんですよ、無料で。だからできるだけものすごいシンプルで、本当に一瞬ちょっと物を売ってそれで終わりなんです。一回あの iLock Cloud のアカウントが入ったらそれで OK で、それでダウンロードが可能になりますね。そして MIDI の方は MacOS の AMS 対応、だからどのキーボードでも OK、 あとプラグインフォーマットは AU ですよね。だからバーチャルインストゥルメントもオーディオプラグインも全部64bit サポートで、そしてこれは新しく出るので、とりあえず最新のモハビキャテリーナから進んでいきますね。でこれは現在は Mac オンリーのソフトですよね。あとアパロとの連携なんですけど、今まで通りの6ユニットが1つのシステムに組めます。その 6台の中で4台がアパロでも OK なんですね。このシステムは例えば4台積んだら64インプットまで同時録音可能ですよね。そしてあと、もし DSP パワーを増やしたかったら、UAD サテライトももちろん追加することができる。でこれはだいたいスプリング、だから、まあ、4月かな、3、4月ぐらいの間で、全員のサンダーボルト、アパロアローユーザーがフリーでダウンロードすることが